やはり予定通り三小塚教授の部屋に行き話を聞いてみるのが良さそうだ。三小塚教授室へ。三小塚教授室と書かれている。ここが研究室のボスである三小塚教授の部屋なのだ。ノックする？私は三小塚研究室のドアをノックした。はい、どうぞ。中から明るい女の人の声がした。私は扉を開けて教授室に入る。私は三小塚教授の秘書の水越舞子です。上条あすみです。はじめまして。三小塚先生は現在出張中なので私がお話を賜ります。教授秘書と話す。教授秘書水越舞子のスペースだ。品物を見せる。なんだろうな、あれのこと。研究室のこと。この研究室のことですか？そうね、もちろんとりあえずは普通の大学の研究室ですよね。ただちょっと違うのはこのように研究室で建物を独占して使っているってことですね。普通は学科全体で一つの建物を使ってその中で各研究室があるという感じですから、この研究室はその点は特別なのかな。ここの教授の三小塚先生というのはどちらにいらっしゃるのでしょうか？三小塚先生は現在は企業の方とのお付き合いで外に出られています。早ければ明日か遅くても明後日には帰ってこられると思います。あと助教授の灰原先生も現在出張中なのでしばらく戻ってこられませんね。じゃあ品物、姉のこと。品物見せてみる。なんだろう、品物。人形かな。見せるものはない。そうか、はい、姉のこと。すみません、ちょっとお伺いしたいのですが。ああ、はい。お姉さんに会いにいらしたという方ですよね。ご存知なんですか？ええ、事務室から連絡があって、一応確認してくれってことでしたので。でもね、事務の人も言っていたと思うけど、三小塚研究室には7人しか学生がいないの。多分どこかで聞き違いがあったのだと思うんですよね。やはりここでも同じ答えだった。姉はこの研究室にいない。そんなはずがあるわけがない。私が落胆しているのを見て舞子が声をかけてきた。もしよかったら詳しいお話を聞かせてもらえませんか？近くでお茶でも飲みながらどうかしら。話す。私は秘書の水越舞子に姉のことを話した。おかしな話ですね。でも上条さんが真剣だということは聞いてて分かったわ。ジムから連絡があった時はもしかしたらいたずらなのかと思ったから。でもね、ジムでも聞いたと思うけど、うちの研究室には上条さんという人はいないの。私は高校卒業してからここに勤めてもう5年になるから、お姉さんが入学したのならもちろん知っているはずなんだけど、やっぱり全く心当たりがないわ。そうですか。なんか私もよくわからなくなっているんですが。舞子は言葉を切って少しの間考えているようだった。例えば、うちの研究室でやっている授業に出ていただけの学生ってことはないかしら。そんなことはないです。絶対に大学院生で、この研究室所属って言っていたわ。今は博士課程の1年生のはずなんです。研究室の1階にある名簿を見ましたか？見ました、はい。あれを見たならわかると思うけど、
今巫女塚犬には D1 は一人しかいないわ。 D1、 ああごめんなさい、 D1 というのは博士課程の1年生って意味ね。一ノ瀬くんって言うんだけど、最初から今年の博士課程入学は彼だけなのよね。だからお姉さんがいると言われても。一ノ瀬という学生が姉と同じ博士課程1年生にいるようだ。明日にでも話を聞かなければ。私は何かとても気分が悪くなってそこに突っ伏してしまった。舞子が心配げにこちらを見るが、私にどう言葉をかけていいのかわからない様子だ。それもそうだろう。私だって何がどうしてこんなことになっているのか全くわからないのだから。私、勘違いをしていたのかもしれません。私は自分で言っていて、それがありえないことがわかっていた。この状況を冷静に考える。姉が巫女塚研究室にいると言っていて、現実に巫女塚研究室が存在しているのだ。したがって巫女塚犬には姉がいる。こんな単純な関係なのに。しかし姉はそこにはいない。この状況をどう考えるべきなのだろうか。姉の不在の真相は、わかんない。嘘をついている。姉が嘘をついている。自分の感じがやめる。わかんないもの。考えるのをやめた。私は心の中の不安を振り払うため首を小さく振ってみた。私の様子を黙ってじっと見ていたらしい舞子がようやく口を開いた。そろそろ出ましょうか。私はようやく我に返った。どうもすみませんでした。お仕事中長々と。こんなつもりじゃなかったんですが。いいんですよ。それから私たちは喫茶店を出て巫女塚研究室の入り口まで戻ってきた。それでは私は仕事に戻りますので、何かあったらまた来てくださいね。はい、どうもありがとうございました。私たちは一緒に喫茶店を出た。その後教授秘書の水越舞子とは研究室の建物入り口で別れた。姉は研究室にはいなかった。それなら当然いる場所は一つ、姉のアパートに向かうべきだ。なんか思ってもみなかった。お姉ちゃんが研究室にいて会えるとばかり考えてたのに。きっと部屋にいるんだわ。アパートに急ごう。お姉ちゃんのアパートの住所は本郷6丁目ね。巫女塚犬敷地を出る。研究室敷地を出ようとしたその時、私は自分と同じようにして研究室を出ようとする学生の姿があるのに気がついた。大柄の男子学生のようだ。相手はまだこちらには気がついていない。学生ならばお姉ちゃんのことを何か知っているかもしれない。話を聞くため声をかける。すみません、ちょっといいですか。私が話しかけるとその男は振り向いて驚愕の表情を浮かべた。お前は一体。どうしたんだろう。初対面の人から尋常ではない反応をされた私は当惑して相手を見つめるしかない。そんな、なんでお前がここに。来んじゃねえ。その学生はそう叫ぶと走って行ってしまった。何よ、一体何なの今の人。本当に失礼ね。声かけなければよかったわ。ふとそばを見るとテストの答案らしきものがある。学生が慌てて走り去った時に落ちたものらしい。博士課程2年、
柿崎福太郎と書かれている。博士課程の 学生だったんだわ。2年ということはお姉ちゃんの一つ上ね。それにしてもその学生、柿崎の驚き方は尋常ではなかった。私を何だと思ったのだろうか。私は気を取り直して姉のアパートへと急いだ。北に細かい路地があり、巫女塚研究室に通じている。人通りが少ない細い道だ。なぜだか不安な気持ちになる。早く大きな通りに出たい。イチョウ並木通りへ。研究室は違う、本郷。どうしよう。コンビニへとか書いてある。あえて書いてあるから、ね。あえてだから行ってみる。何買おうかな。なんだこれ。CDR ディスク、牛乳ウーロン茶。ここ普通ならウーロン茶とかだけど、ここなんで CDR ディスクとかって書いてあるんだろう。なんでだろう。あえて書いてるってことは何か大事なものなのかな。これ買ってみる。とりあえず買ってみたけど、何を買おうかな。あ、いろいろ買えるんだ。ウーロン茶、ウーロン茶を買ったわ。何を買おうかな。牛乳。全部買った。よし、店を出る。もういいよね、全部買ったから。店を出る。あ、これで本郷6丁目方向へ。本郷6丁目、お姉ちゃんのアパートの住所だわ。通りを外れて南へ行くと姉のアパートの方向に行ける。アパートに向かう。姉のアパートの住所を頼りに歩き回る。住所の番地が近づくにつれ不安も高まる。果たして姉はアパートにいるのだろうか。ここだわ。そして私は姉のアパートを見つけ出した。姉の東京での住居は比較的新しいプレハブのアパートだった。ここがお姉ちゃんのアパートだわ。部屋は202ね。巫女塚研究室にいなかったのだから、姉のいそうな場所はここしかない。私は流行る気持ちを抑えて階段を上った。姉の部屋のドアの前。私は姉の住んでいるアパートの部屋の前に立っている。表札には紛れもなく上条と書いてある。間違いなく姉の部屋だ。姉の部屋だ。研究室で予想外のことがあったため、姉の自宅に関しても不安を覚えていたが、姉の部屋の方は姉の言っていた通りの住所に実在していた。押しても誰もいないから、どうだ、一旦押してみた方がいいかな。予想していたことだが、インターホンを押しても誰も出ない。合鍵で開けるしかない。私は実家にあった合鍵を使ってドアを開けることにした。合鍵はスムーズに鍵穴に入り、回すとガチャリという音がしてロックが解除された。姉が私に預けていた鍵は間違いなくこのアパートの鍵だった。この場所に姉が住んでいたのは間違いない。だがそこに何度連絡しても姉が電話に出ることはなかった。これは一体なぜなのだろうか。込み上げる不安を抑えながら、私はノブを回す。そしてドアは開いた。部屋の中に入る。本郷6丁目、姉のアパート。期待と不安の入り混じった中で、私は姉の部屋を見回した。
簡素な6畳の部屋にキッチンとユニットバスがついたごく普通の部屋だ。もちろんそこには人の気配はなかった。ここにもいないの？姉の研究室に引き続き、アパートにも彼女の姿を見つけることはできなかった。一体何が起こったというの？どこに行ってしまったのよ。室内を捜索。冷蔵庫でもどのぐらい前のものが置いてあるかでいつからいないかがわかりますよね。冷蔵庫の中身は空っぽのようだ。冷蔵庫に何もない。お姉ちゃんが自分で片付けてから出て行ったのかな。それとも。私は考えるのをやめた。食器棚。食器棚に食器が整然と並んでいる。どこかおかしい。人が暮らしていた生活習がないのだ。電話を調べる。留守電がたくさん溜まってるかもしれないですよね。留守電にはこれまで私が入れたメッセージしか入っていなかった。発見です。あ、あすみだけど、お姉ちゃんいないの？別に特に用事ないけど、ここんとこお姉ちゃん連絡くれてないから、こちらから電話してみました。暇だったら連絡してください。じゃあね。留守電には、延々私がこれまで入れてきたメッセージが録音されていた。もしもし、あすみです。今、東京駅に到着しました。今からお姉ちゃんの研究室に遊びに行きます。最後の発見目は、私が東京駅から入れたものだ。それでその後、お姉ちゃんの家に行きます。今日泊まるからよろしくね。もし出かけてたら勝手に入っちゃうよ。知らないからね。もうしょうがないな。いるなら出てよ。え？お姉ちゃんはもう死んでいるんだね。え、留守で、え、どういうこと？私は振り返った。いや、入れた言葉通りじゃないよ。今、確かに何かおかしな声が聞こえた気がする。もう一度聞く。怖いけどもう一度聞く。私はもう一度留守電を聞いてみた。吹き込まれた自分の声が別人のもののように聞こえる。もうしょうがないな。いるなら出てよ。さっき聞こえた気がした声が今回は聞こえなかった。やっぱり空耳だったのだろう。疲れているとよくあることなのだと思う。私は恐怖に駆られて急いで留守録を消去した。電子音がしてテープが巻き戻る。静寂の中にその音だけが響く。何か声が聞こえた気がしたのは空耳だったのだろうか。私は留守電を聞き終えた後、消去ボタンを押して録音をすべて消した。私は一人佇みながら姉がいなくなった理由について思いを巡らせた。まず机に向かって今日一日のことを考えた。12月18日、今日私は実家を出て東京にあるお姉ちゃんの通う研究室と下宿を訪ねた。研究室は帝都工業大学の巫女塚研究室。巫女塚研究室は帝都工業大学のキャンパスから少し離れた場所に建物があった。そうだわ、巫女塚研究室は存在した。お姉ちゃんが巫女塚研究室にいると言っていて、その研究室は実在している。お姉ちゃんは嘘をついていない。そうだ、お姉ちゃんは何者かに連れ去られた。自分で姿をくらました。考えるのよ。わからないからな。なんかどれもなんか負の感情
ぐるぐる回りそうな気がするから、とりあえずやめる。なんか考えてて疲れちゃった。あんまり深刻に考えない方がいいわ。今日はゆっくり休んで、明日また頑張ろう。ん？誰か来た。その時、唐突な音が鳴った。聞き慣れない音に、それが玄関のチャイムの音だと気づくのに、少しの時間がかかった。誰かが来たのだ。お姉ちゃんが帰ってきたんだ。私は瞬間そう思った。だが、姉が自室に入るためになぜインターホンを鳴らす必要があるのだろうか。私はどうしたらいいのかわからずに、ドアの外にいる人物の次の行動を待った。だが、インターホンは一度鳴ったきりだった。玄関にはまだ誰かが立っているのだろうか。静まり返った狭い室内には、冷蔵庫の低い振動音だけが聞こえている。何らかの行動を起こさないといけない。訪問者は姉なのだろうか。無視がちょっと良くない。すぐに開けるのも怖いから、ちょっと様子を見る。私は用心して玄関近くまで行ってから耳をそば立てた。確かにドアの向こうに誰かが立っている気配がする。だが、あいにく、ドアには覗き窓はついていないので、訪問者の姿を確認できない。相手からは何のリアクションもないようだ。私はいずれかの選択をしなければならない。扉を開ける。私は思い切って、いきなりドアを開けた。玄関には、大柄な男が立っていた。ドアが突然開いたことで、むしろ彼自身が驚いたようだった。あなたは、あ、柿崎さんって言うんだっけ？さっき帰り道で会った人物、なぜか私を見て逃げ出した男。巫女塚研究室、博士課程2年の柿崎だ。柿崎のこめかみは小刻みに震えており、顔は蒸気し、額には汗が光っている。誰かに追われているのか、恐怖と焦りで自分を喪失しているようだ。突然の訪問者の異常な様子に、思わずドアを閉めようとした瞬間、柿崎が口を開いた。椎名さんを頼るんだ。彼ならば、必ず君の力になってくれる。椎名さん。研究所の3階に彼はいる。柿崎は絞り出すような声でそれだけ言った。その目は充血しているようにも潤んでいるようにも見える。理由はわからないが、彼なりに必死に私に何かを伝えようとしている。柿崎と目が合った。そこに宿る光は狂気ではなく優しさだった。椎名さんを頼れば、と？柿崎は少しほっとした表情でうなずくと、ポケットからメモを取り出して私に差し出した。私が思わずそれを受け取ったと同時に、柿崎はきびすを返して階段を降りていく。あ、ちょっと待ってください。階段を踏みしめる大きな音が終わって、一目散に走っていく柿崎の足音が聞こえる。明らかに何者かに追われているのだと思われた。しばらくして、私は彼から手渡されたメモを握りしめているのを気づく。走りがかれたその内容を調べてみる。柿崎の置いていったメモには番号が書かれている。キーナンバー0268、暗証番号かな？ 4 桁の暗証番号か。この暗証番号は、おそらく今日私が見てきたどこかで使うことができるのだろう。そして、椎名さんを頼れ、とはどういう意味なのだろうか。誰かから逃げていたような、尋常でなかった柿崎の様子に少し気になりつつも、
他人の心配をするほどの余裕がない自分に考えは立ち戻る。いろいろな不安が胸に去来するが、それを誰にも相談することができない。暗い気持ちで狭い部屋に一人佇んでいると、この部屋で姉が暮らしていたことがイメージできず、今まで身近だった姉が急に遠い存在に感じられる。だが深い喪失感は逆に私に強い意志を与える。今日はあまり追求せずに去った巫女塚研究室を明日はもう一度訪れなければ。相手にどう思われようと、あくまでも真実を追求して姉を見つけ出さなければならない。眠りにつく。